皆さん、こんにちは、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年8月の20日、ちょっとね、アップロードしようとしても、パソコンをずっとサイバー攻撃されて、大事なことはアップロードできないんですけども、ちょっと詳細言いますね。まず、私のデスクトップに、ワードに P って書いてるものがあるんです。裁判所に提出する予定のものっていうことでね。それはエロ業界のアクセスコード、要するにインターネットの。で、ほら、暴力団だったはずでしょって、エロ業界はって。で、他にも DMM とかあるでしょ、お金を得てエロ売ってるところ。それも暴力団だって認定されてるじゃないですか。性暴力。判決。で、なぜこんなものがまだあるんですかっていうことで、裁判所に提出したかったんですよ。で、18日か19日に我が天下というゲームをしていて、19日だったような、昨日だったような気がします。結構最近僕録画してるので、わかりづらいんですけども、たまに僕のパソコンって急に検閲がかかったりするんですけども、コンピューターなのかに、AI なのか人間なのか正直わからないです。で、他国の言語で、中国語か台湾語の言語で、何か文字書いていて、P って言ってきてる人物がいたんですよ。甲状腺っていうね、伝説の武将、我が天下の伝説の武将のイベント、って言ってもらえたら、よくわかると思うんですけども、そのプレイされている方とかね、ベッコーっていう会社名になってます、今。私からの提案でベッコーという名前に変わってるんですけども、それはもともと日本と中国の友好関係で、ベッコーというその加工技術がね、もともと中国からの由来だったんじゃないかなっていう部分とかがあって、そういうふうに、昔正直日清戦争とかいろいろあったじゃないですか。で、友好関係を築かなかったらエネルギーの残存量問題とかありますし、やっぱりいろいろお互い協力し合わなかったら、やっぱり地震が頻発している、地下が空洞化しますからね、いろんなものの採掘で。で、これが現実ですから。で、今僕の顔がまた法令線に出てきてますけど、これが本当の話。本当の法律から逃げてる人間が顔取りよう。で、僕もエロ業界のところが本当に終わってるかどうか確認しなきゃなんないか、閲覧者にします。したら、僕が外出てる間に誰かが家の中入ってゴキブリ入れてきたりしています。ひどい時は水屋の中です。あそこは完全に密閉なので、絶対家の中なんかいないんです。家のドア開けっぱなしにしてなんか外出ないですよ。で、威嚇行為なのか何なのか、家帰ってきたら、ベランダのドア開けられていたりとか、もうし、今日絶対閉めたっていう記憶あるんですよ。で、もう精神的にね、もう本当は怖いし、1956年に売春防止法出来上がってるから、裁判官でも本当はおかしな裁判官も存在するし、多分ね、だってアダルト年齢とか裁判官が認めてしまった判決どうせあるんでしょう。だからノーノーとあんだけ商売してるんでしょう。性暴力風俗っていうのは暴力団員だったっていうことで、もう認定されてるんだから。ね。だから裁判官によって判決違うんです。で、それも高いところ、最高裁の判決とかの方が優先されますよ。で、だけども、もう何回も有馬警察署にも行ったし、そのレンタルビデオショップね、ああいうふうなところ、アダルトコーナーがいらないって、暴力団だっていうことを言いに行っても、取り締まることができなかったりだとか、もう僕、六法全書まで持って行って、言いに行きましたよ。なんか話が。その音入れる。で、っていうことは、他の国の警察官とか公務員とか議員とかで、だからエロ業界に金払って、エロ買ってた人間が、から女買ったりとか男買ったりしてた、もう男女ともにおかしな連中いますから、本当に変な連中。だから、まとも側の人間だけでちょっと話固めましょう、本当に無理だから。で、そのプレイヤーね、その甲状腺でもうゲームオーバーになる寸前。最後倒される寸前にそのこと言ってくるんですよ。それだったら
いつもの僕のね、その写真撮影してどこのプレイヤー名かっていうところが分からな、間に合わなくなるじゃないですか、写真を収めるの。そこまで分かっていて、そいつ言ってきてる。で、他国の言語を使ってますけども、日本にいる人間かもしれない。フィリピンかもしれない。その我が天下というゲームを販売してる国がまず対象内だと思うんですけども、その特定するのに、ね、で、そのものの、その今まで働いていた勤務先とか人間関係とか、その会社関係とかね、行政関係、しっかり調べなかったら何目的でね、そういう威嚇行為なのか、挑発行為なのか、だからもう僕、本当にもう、もしかしてやられるんちゃうかなって、その、殺されるの方で、ね、本物の意味で、だからもう家のドア帰ってきた時に、その家開ける時にね、中に人いるんちゃうかって、そろーっと自分の家の鍵開けて、なかなか音出さない、そろーって入って、先に不意打ちされたら、もうどうしようもないじゃないですか。警察官なんて通報して、あれも警察署に通報しても、防弾チョッキとか来てから来るから、来るにやっぱり10分ぐらいかかったりするんです、たったこの距離で。で、その自分の部屋とかね、他の部屋とか誰もいないかなっていうところを確認するんです。もう最初から覚悟を決めてるんです。もう誰かいたらもう絶対、もうあの、攻撃仕掛けんかったらもう絶対無理ですから、あの、こっちがやられますから。でも路上でルアーを殴られて、僕、ルアーを割られて、その後、神戸大学附属病院搬送されて、強制わいせつ、生まれて初めて女性にペニス触られたのが、神戸大学附属病院で、ルアー後のね、そのオペ終わった全身麻酔の殴られた日の 翌日、もう集中治療室で自分でまず状態を起こせない状態、ベッドの上にいて、だからものすごいえげつない内容っていうものが本当は見ようながいっぱいあって、だから僕裁判所の傍聴席に何回もどんな裁判があるかなと、まあ、勉強込みで何回も傍聴席行ったことあります。だから性被害者の方なんかは囲いを使ってね、証言かな何かな、だから裁判所結構ややこしいんですよ。左手の方が原告だったはずなんですよ。僕は原告の時左手でしたよ。傍聴席から見てね、裁判官から見たら右手なんですよ。だから証言だったのか何かわからないですけども、その姿が見えないような状況にしてね、まあ、証言するんですけども、さらに狙われる可能性があるから、だから1956年に日本は売春防止法が出来上がってるから、だから警察官だろうが裁判官だろうが、おかしな人間、その大企業の人間とか金持ってるところ、特に金の流れが大きいところ、そういうところほどもうむちゃくちゃなやつらが結構存在するんですよ。行政使って物事を進めようとしなくしますから、本当に。兵庫県警内に何人、特に正直ね、高年齢層の人間に変なやついっぱいいると思うんです。なぜなら1956年に法改正を行ったとしても、正直ね、これ警察官とかの方も毎年六法全書なんか変え直す無理でしょ。お金かかるから、1万5000もするから。で、都政六法だって本当は買い替えなきゃならない話になってくるから、現行法規や現代日本法規しっかり読み込んでね、政令指定都市は都政六法の内容に従わなきゃなんない、準ずるものにしなきゃなんないっていう内容になってるんですよ。で、まあ、判例込みもそうなんですけども、今度都政六法も買わなきゃなんないでしょ。だから僕平成19年の都政六法も持ってるし、令和2年の都政六法も買いましたし、六法全書は平成20年で、平成31年の六法全書なんか多分200ページ以上増えてる、確実に100ページ以上は増えてます。それは確認しました。法律名が増えてる、無理、もう本当に対応できない。だから途中でみんないろいろあって、いつそんな内容法改正されてたのっていう時代は長年続くんですよ。だからテレビでもベッドシーンとかエロシーンとかが放送されていたっていうドラマで、平気で昔、本当にテレビ局はエロ業界の
全国に振りまいていた連中だったっていうことになるんです。だからその P 今裁判所に提出するものっていうことでワードに書いてるんですけども、その声アクセスしたらなんですけども、僕のパソコンから多分クリックしたらできるはずなんだと思うんですよね。わかんないですよ、あの他の政府がどんな技術使ってるかわからないですから。でそこも調べてもらわなきゃならないし、で正直ね、あることに気がつくんですよ。あれ両方とも喋ってないんだって。日本語、え、もしかしたら台湾、中国、韓国、アジア系だと思うんですよ。でもマスクして髪の毛染め始めた人間なんか、正直どこの国籍なんかわからないでしょ。で、DMM は、そこは海外の外資でしょ。海外の L 業界でしょ。CCC、カルチェアは L 業界です。セブンイレブン、日本にオープンさせて、L 業界の雑誌置いてるから、だからそこは逆にこちらは、そこの口座差し押さえなきゃならない。で、他の国もまともは、それ協力してくれなかったら、世界中の政府は、国際司法裁判所で、その国際司法裁判所の判決を社会に公表してもらわなかったら、無理ですよ。抑え効かないから。だから、科学業界の人間とかも、隠蔽に走って、大体週は株式会社の件も警察官が私を長時間労働させていたでしょう。警察官が店長、課長。もともとは2000年から2001年と2001年から2002年の冬場の勤務。まあ厳密に言うと秋から春までの間なんですけども。いやもう最初から警察官が自分たちが、だから柊和株式会社の件を訴えた時に、僕強制入院させられてますもん。で共産党の小池っていう議員は何回も有馬警察署、あの人でしょ、有馬警察署に現れて、本当 SOS です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。法律で助けてください。